去年1年間の全国で発生した SNS 型投資詐欺はおよそ2300件、被害額はおよそ280億円、ロマンス詐欺はおよそ1600件で被害額はおよそ180億円に上り、1件あたりの平均被害額は1000万円を超えていて、中には1件で1億円を超える被害も発生しています。 SNS 型投資詐欺とは、 SNS で知り合った相手から LINE などの SNS に誘導され、著名人や投資家などを装って投資名目で金銭を振り込ませるものです。一方、ロマンス詐欺は SNS で知り合った異性と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ金銭を騙し取るもので、どちらの詐欺も共通しているのは、相手に直接会うことなく話が進み金銭を騙し取られるという特徴があります。これまで被害の多かった特殊詐欺は、犯人が手当たり次第に電話をかけ短期間で金銭を騙し取るという特徴がありましたが、 SNS 型詐欺は長期間にわたり SNS などでやり取りを重ねて相手を信じ込ませるもので、金額も特殊詐欺と比べ大きくなっています。県内では去年1年間で119件発生していて、被害額はおよそ12億円に上りましたが、今年は4月末時点で被害額が9億円を超え、すでに去年1年間の被害に迫る勢いとなっています。県内では具体的にどのような手口が多いのか聞いてみました。偽の広告をですね、そういった閲覧をした方をですね、投資に誘導して、で、もっぱら多いのが、その中でグループトークをですね、そういったところに誘導しながらですね、そこで、いわゆる投資の儲け話を信用させながらですね、複数回にわたって、お金をですね、振り込ませる。三重県警察本部ではホームページにこの詐欺の手口や特徴を掲載し注意を呼びかけています。